実際さんまあいつもギリギリカツカツでいきましょうかいや現実いつもギリギリカツカツだと思いますよ何一つ余裕がない状態です少なくともそう思ってないんだったらもっと安穏として暮らしてますよどんな時も360度24時間隙がないような時間の使い方エネルギーの使い方資金の使い方をしてますね要するにおかしな贅沢をしないってことですよね で、必ず出費には、それを取り戻す。帰ってくるような使い方をすると。一円たりとも無駄にしないっていう意識は、私はあの、まあ、熟成さんから主にお金いただいてるんで、それを無駄にしちゃダメだなと思ってるんですよ。まあ、ですんで、お酒も一切飲まない。タバコも吸わない。キャバクラもちろん行かない。女の子と付き合わない。風俗も行かない。うん、これ私が自分でそういうふうにしてるんですけどね。だんだん興味もなくなってきて、 熟成さんの役にに立つこことだけをしててていいううっっ気持ちになってきました、ねまあつまり誰かの問題解決ができるような体験とか情報のシールとかは積極的にするんですけども自分一人の楽しみに終わってしまうようなことっていうのはまああんまりないかなと思いますね、まあ、ゼロにはなってないと思いますけども、まあ、でもそうやって自分一人の楽しみを持つことも結局はねアウトプットに変えていけるんではないかなっていうのが情報発信の素晴らしいところだなと思います。うんであの 見方によってはね、例えば最近自分のコンテンツを売り始めたとか塾を売り始めたって人とかってそれこそね本当に売れるかなどうかなっていう不安と売れたところでこれが続くだろうかどうかろうかっていうふうにものすごく不安に陥ると思うんですよその状態をいやギリギリカツカツでやってますよなかなか久保さんのようにや、吉谷さんのようにやって思うかもしれないけどもいや同じだと同じだよとただ危機感とかやばさを感じてるその重さはねこっちの方が大きいと思う だって、10年間、息つく暇もなくやってきて生き残ってきたわけですよ。で、慢心したものがどうなってくる、どうなっていくかってことを骨身にしみて、あれほど気たかったね、いろんな形で稼いでた人も今いないわけですから。それこそ最近始めた人がね、不安に思うようなことなんて、もう幾度となく見てきて、体験してきて、見送ってきましたね、多くの人はね。見送るというよりも、いつの間にか消えるんですけどね。 何か,、ね、か人の振り見てあの人は余裕だからっていうのは全然見えてないってことですよあの実績を上げれば上げるほど、まあ、尻に火がついてるからこそそこまでやってるし危機感を感じてるからこそ動いてるし逆に危機感がないからいや僕はお金のためにやってませんからみたいなね誤託が出るんですよ、まあ、ふざけろと <laughs> お金のためにやれとお金が払いたくなるぐらいのサービスを提供しますかってことでしょ 結局お金のためにやってませんっていうのはお金がもらえなくてもしょうがないんだけお金がもらうためにやってないからっていうことと同時にお金を払いたくなるようなレベルで行動してないってことだと思うんですよまあ危機感がないと言ってもいいですけどねもしくはその危機感のものすごく浅いものを深いと感じてしまってるんじゃないかなと思うんですよまあそんな甘いもんじゃないかなと思いますよねうんまあ何,何でもかんでも危ないですねだからね 全てが危ない。全部リスク。<laughs> うん、あの、ほっと一息つけるのは臨終のとこだけですよ。うんあ,あ、もう終わるんだなと頑張んなくていいんだなと思えるのは死の直前だけということだと思います。いってらっしゃい。